はい、皆さんこんにちは。みなでーす。たかです。エイティブログでーす。たったったー、駄菓子を買いました。駄菓子を買ってきました。そう、駄菓子ってね、大人になるとあんまり食べないんだけど、だけどたまに食べたくなる懐かしの味ってのがあって、ちょっとスーパーでね、なんかちょっとずつ買い始めたら止まらなくなってしまいましていろいろ買ってきました。でね、レナは駄菓子を人生で一回も食べたことないから、せっかくだったら俺の懐かしの駄菓子をレナに食べさせてみて、グッド、バッド、そうだねみたいなものを取れたらいいかなと思って。これぐらいはしてる。これは見たことある。これコンビニでも売ってるからね。他は本当に食べたことないし、見たこともないし、変だなって思ってることもあるし日本の駄菓子屋さんに行くと、これのなんかもう30倍とか40倍ぐらいの種類が置いてあるんだけど、でも駄菓子屋さんがもうないじゃん今。大須にある。駄菓子屋さん？うん、ある。あ、じゃあ今度行ってみてもいいんじゃない？行こう。じゃあ早速食べてみますか。そう。何が一番気になる？これデブだな何これと思って、どういうことお説明して。ジャンボカツ。あ、魚肉シート。オッケー。だから本当のカツじゃないけど、もうカツに見せたえ、こういうすごくない？なんか紙ペラすごいクリエーションだねいただきます。あ、でも美味しい。うまいっしょ。そうなんよ、駄菓子ってね、すっごいうまいのよ。普通にカツだよ。でしょ、こっちにしたら、うん、普通にカツだよ。だから名前はジャンボカツ。食べる？食べたい。サービスはこんなん20年ぶりとかじゃない？うん、うまっ。美味しい？懐かしい？うまっ。もう次に行きますか。いろいろ興味津々だよ、これとか。よっちゃんイカ、まあ、食べてみるか。はい、よっちゃんイカ。日本人だったら1回は絶対食べたことある。ほんだ、食べました。色がやば。この色やばくない？もうすごい、なんか人工物って感じするよね着色料がすごいついてる。外国人には合わないかな。このお酢のに味が嫌なの。うまい。これ何？どんどん焼き。ああ、こういうの方が合うかも。せんべいみたいな。そう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 。いただきます。うん、美味しいでしょ。お酒のおつまみに合うね。そうだね。うん、はい止まないね。ストップうん、うん、おい、おい美味しい。はい、じゃあ次はタカは食べたいものは何？俺のおすすめ。はい、おすすめ。俺のおすすめはこれだよ。焼肉太郎、かば焼きさん太郎、どっちが食べたい？焼肉味か、かば焼き。かば焼き。かば焼き。確かにね、こっちの方が多分ね、人気だと思う。どっちが好きですか？教えてください。なんか俺の子供の頃のイメージだと、これをよく食ってた。あと色の問題かな？でもなんか、わかんないけど。え、味は全然違うはずでしょ？違う、味は違う。食べ比べた方がいいんじゃない？ピリッとするかもしれない。そうだね。これはお肉。こっちね。うん。味が美味しい。でも食感は、カードボードを食べてるダンボール。次これ、それ、かば焼きさん。どっちが好き？かば焼きさんか焼肉さん。味は一緒。一緒？一緒じゃないでしょ。これ焼肉屋さん、焼肉さん。うん、これこれ、ダンボールを食べてるのとこだよ。うん、味が一緒。本当だ一緒だ。これ一緒かもしれないよ、味。説明文ほとんど一緒で、味付けもらって一緒だもん。もしかして一緒かもしれない騙されたかもしれない20何年間10点中何点？1点。これは二度と食べない。マジで食感がダメってこと？そうだよ。そうだ、そう考えるとよっちゃんいかは10点中0点。ではジャンボカットは6点かな。おお、10点中6点、うん、いいんじゃない。あ、どんどん焼き、どんどん焼きは8
うん、8点、10点中8点、うん、また食べる、もっと食べたい、またそうだね、こっちに隠してるもんねそう、かっぱえびせん、いや、えびせんべいは美味しいんじゃない、かっぱえびせんだよ、かっぱえびせん食べたことないよ、うん、これすっごい有名だよ、チップスみたいに、うん、食べたことないと思う、本当に美味しいよ、はい、なんかえびせんべいって書いてあったからゆかりの味をイメージした、あー、名古屋で有名なやつね、でもこれ味めちゃくちゃ薄い、じゃあ何点、8点かな、おお、10点中8点出ました、じゃあ7点、ダメだよ1回行ったらもう帰れないよ7点、でも美味しいよ、おっとおっとおっとっと、おっとっと、名前可愛くない、おっとっと、うまっでしょ、美味しい、空気が入ってることは好き、そう、食感で楽しむみたいな、うん、美味しい、美味しい、おい止めろ止めろ、何点ですか、10点中9点、お、9点出ました、高得点、おっとっと9点出ました、これが今までで一番美味しい、おいおい稼いよこせ、食べたのが全部ソルティでしょ、うん、ソルティ、そう、塩が、塩気がある味だね、でしょ、甘いものじゃない、で、私は甘い系が好きだから、あー、あれだ、俺のチョイスがダメだったかもしれない、駄菓子ってさ、いっぱいあるからさ、甘いのももちろんあるんだよ、ただ俺別に甘いのあんま好きじゃなかったから、ちっちゃい時、甘いって言うと、これはね、比較的甘い、ハロークッピー、これね、あれだよ、噛んでもいいし、あの舌の上でこう溶かしてもいい、はいはいはい、多分そういうのはドイツにもあるよ、ハロークッピーです、うん、まさにうまいっしょ、同じやつがドイツにもある、あ、そうなの、ドイツなんていうの、覚えてません、でもドイツのやつの方が美味しい、ほんとかな、なんかより味が濃いかもしれない、ハロークッピー、じゃあ実際何点でしょうか、10点中7、8点ぐらい、7.5 点、うん、それぐらい、これゼリー、ゼリー、これはね、あれ何だっけこの名前、ジャンボネオンゼリー、え、その名前だったかな、でこれ食べ方はここ上をピロって切って、うん、こう吸う、でもこれ汁がこう飛んだりするから気をつけて破る、うん、飛んだ、私の顔に飛んだ、だから言ったじゃん飛んでよってビョン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 、私はゼリーが好きじゃないからこれ多分好きじゃない、そうだね、レナゼリー好きじゃないもんね、うん、やだやだ、うまい、やだやだ、まずいな、じゃあこれは10点中1点、まあそれはレナがゼリーが嫌いだからね、そうです、ということでいろいろ食べてきたけど、これ最後はラスト、ドデカバーチョコ、チョコはいい、これはうまいよ、これチョコのうまさを超えたうまさだよ、ほんとに、あ、うん、これは美味しそうだね、あー、うまい棒に似てるかも、食感はチョコつけたみたいな、チョココーティングして、ドデカバー、10点中何点、7点、チョコがいい、中身が、はい、ということで、今いろいろ今日食べましたけど、一番美味しかった駄菓子はおっとっとが勝ちました、てってれおっとっとです、まあ、確かにね、おっとっとうまいね、ダメだよダメダメダメ、おい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 、おっとっと食べよう、じゃあ一番まずかったものは、一番口に合わなかったものは、これ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 、ああ、よっちゃんいか、これこれ、あの味のしょっぱいものばっか集めちゃったから、今度一緒に大須に行って甘い駄菓子もいっぱい食べてみて、ということで今日は終わりですか、はい、今から空いてるやつ全部食べようかな、ダメだよ俺が全部食べる、食べないよ、高くて気になるよ、この懐かしい動画が面白かったならいいねボタン押してください、あと一番好きな駄菓子教えてください、あ、そうだね、俺が知らない駄菓子もあるかもしれないからね、うん、そしたら買って食べてみたいし、そうだ、コメント欄で教えてください、ちょっと教えて、はい、ここでこの動画を終わりにします。
いましょうね。バイバイ。この動画が終わる前に一つ皆さんとシェアしたいことがあります。実はね、trip.com っていう大手予約サイトからライブ配信の出演依頼が来ました。イエーイ。ライブは今月9月17日の夜9時半から1時間です。もしね、近いうちに GoTo トラベルとかのね、キャンペーン使って旅行を考えてる人はね、安くホテルを予約できるチャンスがあるので、ぜひライブ配信に参加してください。バイバイ。